Thank you.
Fallen Heights! Walking!
Fight! Flash! Flash!
音を鳴らしてみてください。仮で入ってるね。入ってますね。オッケーオッケーオッケー。はい、ドリブラさんキャラは、はい、じゃあお願いします。普通にヘイロンとダルシウムです。これはやっぱりスパコン当てたもん勝ちなんですかね。失礼いたしました。デモンとかマイクが全然入ってなかったそうなんで、ですが試合は進んでおります。はい、さあグリグラがまずは いきなり1万近く稼いで、最後はディレクタスイクで露骨に点数を狙いに行く。これは美味しいよ。ファースト取れば、あー、はい、取った、現在のルールは4万点先取りですからね。はい、グリグラ露骨で行くはず。受け身を取るとこれやって入りますからね。もう受け身取っとけばいい。受け身取っとけば、でも中盤投げあるからダルシムの場合は。あー、そっか。ガードしてリバーサーシーエという後ろからのアドバイス。これでもヘイロンが勝たないと。そうですね、これあのダルシム勝っちゃうと、もう1回なんでパーフェクトだと、あ、キリ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 、これ2万ぐらいかな。はい、さあ4万点先取りです。意外と逃げれないって。意外と逃げれない。あと3700点。グリグラボーフル本部入んないときついですよね。そうですね、普通にダイバーと結構点は低いんで。あー、危ない危ない危ない。おっ、インウェルの出させた。おお、あー、届かず。これは逆転したのか。いや、この場合はだって、あー、ダメだった。最後まで分かんないのが面白いね。あ、でも両方いかなかったら点数でしたっけ。3番あ、ウィンのところ。あ、で、はい、こっちかな。綺麗譲る。4万点先取りです。4万点取ると勝ちです。さあキャラクターはリュウですが、4万点取ると勝ちです。チュンリー同キャラ。さあチュンリーは相当強いはず。露骨だ、2人とも。スパコンをフルヒットさせるとほぼ試合が決まる。さあ、それでも暴れる、ヒデ投げる、あっとユーズルが2万点ぐらい減るんですかね、これね。さあ、あと2万点稼ぐだけ。さあ、2D終わるぞ。ヒデがリバーサ戦点の2400点、あれ高いな。おお、逃げた、100列。さあ、ユーズルが勝っちゃう、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 勝っちゃう。さあ圧倒的にはなくなった。むしろこれチャンスがある。あ、3000点。さあスパコン叩いてたのはユーズル。どうするどうするどうする。さあノーノーと打つんじゃないのか。これは背中蹴り。ああ、お、ああ、到達してしまった。ユーズル勝利。4万点先に稼いだのはユーズル。面白いじゃんこれ。ワンピースマサンギ、ツーピース鈴鹿です。これ成立してるんですかね、なんか。別すぎるんですけど。ちょっとスパコン食らっちゃいけないって言ってんのに、ぴょんぴょんバックジャンプしてるやつがあるよね。まあそうですけどね。あれ受けるな。結構面白いわ。確かに2ヒットでも1万2000円ぐらい入るんですよ。1号
で、3ヒット18ぐらいですかね。18ぐらいですね。いやー、ウケるなさあ、スマザンギは竜王選択。これはもうリバサラを出すゲーム、ガードしてリバサラを出すゲームだね。あ、さあ、おお露骨。あ、危ない、たまった。こっからは分かんない。あー、バレてる。使われて、インウェルのまだ死んでない。お、チャンス、投げる、普通に倒す、普通に倒す。あー、あ、ある。あー、なかった。まだ分かんないです。4万だからもう真空入れば勝ちます。これまだ1万点ぐらいですからね。1万4000点真空入ったら大逆転ですよ。当てればいいだけ、簡単だけど。お、チャンス。ファーストアタック3000点もかなり重たいですね、これは。中華シャロー。あー、惜しい。さあ、スマザンギがここでガード、まあ、当然ガードっていう感じで。あーっと、さあ、フレームもらった。あ、箱根剣が入った。箱根剣でかい。おーいや、これ同じぐらいだな。ちょっと勝ったかな。リードですね。あ、これ真空でいきます。インフェルノ出ないきます。スマザンギがリード。関西から来たのにザンギが使えない。どういうことだ。おっと、ファースト。あー、もう使えない。あ、やばい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 。勝つしかない。3600点、勝つしかない。さあ、熱い。あーっと、おー、逃げ出した。現実もあれば分かんないですね。ワンチャンありますよ。あ、まだだ。あー、真空。うわー、ギリギリ。あ、ちょっと行っちゃいます。行っちゃいます。なんだこのルール。ユーズル 1P、カワシム 2P です。スマさん頑張りましたね、今。次の試合、鈴鹿 1P、シャル 2P です。勝ち上がり、トーナメント勝ち上がっているのは今のところニーヤー、そしてザンギ。カワシムがザンギ。何か秘策があるのか。さあ、リバーサルダブラリが出る男ですかね。さあ、ここまでファーストアタックなし。ファーストアタック3000点取ったのはユーズル。あっ、終わり。ヒットバンバン。2万4000、スクリュー入ったね。こっからね、守りきれますからね、これ。さあ、ユーズルもう一度溜め切った。当てにいかないでしょ、確かに。うわ、さあ、あ、安い安い。今ね、テンション、大テンションに拾えば終わってました、ね、終わってました。まだ、そこまで入んない。え、2ヒットですよ。1万5000が1万5000入る。おー、まだ大丈夫、まだ大丈夫。ギリギリ来てる。3000点くらいかな。ファーストアタックでリーチですね。あー、あと1400点。カワシムどうする。 あと900点。Cが近づく。これリバーサルでいいんじゃない。あ、そっか。確かにガードして。あー、終わった。ユーズルが終わってる、終わってる、終わってる。さっき食らってリバーサルで終わり、はい、終わってました。というわけで、勝ったのはユーズル。チュンリーをうまく使った。チュンリーしか使えない。 DJ も相当なもんだと思うけどな。さあ、 1P 側が鈴鹿、 2P 側がシャル。4万点先取りルールです。意外に盛り上がってます。配信大丈夫？止まってる？大丈夫？大丈夫だね。
ょっとラグあるかな。ダルさん龍ですね。次の試合ユーゾル 1P なんで準備しててください。 1P 側は鈴鹿ガルシム、 2P 側はサルリュウ。ない、ファーストアタック取ったのはシャル。なんだ、土国に行く。あー、あー、終わった。4万2000、こんなに入るの。いきなり試合終了、終わり。ひどいゲームだな。インフェルの当て感で終了っていうこのゲーム、ラウンドが終わるんじゃないかな。アルティメット KO ですからね。はい、ユーゾル対鈴鹿です。ツビおい、チェンリーダルシムじゃないのやっぱり。ほらチェンリーしか使う気がなくなっている。こんな気がしたよ。4万点先取りですからね。つまりはパコンフィニッシュすれば勝てると。お互いにほぼ終わりですね。だからお互いにモリモリゲージを貯めるつもりでしょうが、ちなみに P 勝ちでも OK でしょう。 P 勝ち3万点ですからね。そうですね、だから試合終了です。あ、P 勝ち狙ってる。あ、インフェルノ、あー、連勝。よく出した。あそこ出さないと試合終了でしたけど。そうですね。ここは冷静に、まあ、2万2万3000くらいかな。今いかない。2万4600。さあ、ファーストアタック。鈴鹿ダルシムは結構難しい立ち回りを。そうですね。しかしチュンリーももう1ラウンド取られてるんで、はい、これ体力で温泉2割くらい減らした状態で戦力あったら試合終了します。確かに今の選手さあ、インフェルノもう少しダメージを取りたいが、ここは使ってしまう。立ちも怪しくなってきたの。ユーゼルディーチュンリー、インフェルノガードさせて鈴鹿を普通に立てにいく。あ、これで終了ですね。しっかり4万点も確保。じゃあ鈴鹿さん 1P、 2回転さん 2P で、はい、分かりました。3番行ってみましょう。バイソンダルシムかな。さあ、バイソンしかないと2回転がいってるが、果たして、まあそうなるだろうね、さすがに。ゆずるさん、お疲れ様でした。いや、普通にやられると難しいですね。そうですね、低攻法できますからね。これ普通にやるでしょ、これも。そうですね、これは普通にやった方が勝ちますから。さあ、どうする。あ、痛い。あ、ビヨって、ミスる。あ、もったいない。あ、終わり。あ、まだ終わった。終了。終わり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 。はい、やる。はい、ビナーズ優勝、ルーダーズ優勝は9番。ニカさん、じゃあニーヤーさん 1P でビナーズで、 2P がルーダーズ優勝のニカさん。決勝ルールはもう2回ツーライフ持ち。ニーヤーさん2回で、最初はビナーズのルール。あー、2回目がルーザーズ、2回目が4万点以上で。はいはい。でも1回目は高い方ですよね。ただ単にただ単に高いって言えればいい。今回点数です。点数です。点数です。はい、はい、試合に負けても点数が高ければ勝ちです。本田龍ですね。本田龍、本田龍です。龍なんだ。龍、本田読みかなこれ。あ、ですね。だから確実に進歩を貯めて削りで1万点を取りに行くパターンか、露骨に当てに行くスタイルか、どっちかでしょう。こうして露骨に当てに行くけど、ああしかし、いやこれ普通にやると分かんないですよ。おお、避けてリバサ、地味にリバサで稼ぐ。前が外だった。やばい、これはやばいよ。これこれは普通に負けてる。あ、しかし真空圏内、あー抜ける、抜ける。欲張った。この欲張りの代償はどう出る。あ、総力しっかり。どっち、ね、台足スタッフ待ち。しかし落とされて、どっち。あー、リバサ出る。わー、しっかり。あ、
おー、ファーストー、今のは今のは、おいしいですね。さあ、これは決めるでしょう。リバサで1000点稼いでいく。いやー、これ同じぐらいですね。そうですね。ちょっと勝った。さあ、ファーストアタックはどっちの手に。あー、踏んだ。リバサで、リバサ2000点。これは全部リバサか。全部リバサだろ。全部リバサか。なってんだ。全部リバサ。撫でて、受け身ある。取られて。さあ、しかし真空溜まった。わかんないの。あー、さあ、もうターンしかない、ターンしかない。これは負けたらもうダメです。お、あー負けた。はい、というわけで優勝はニーヤーさんでした。おめでとうございます。いや、ホンダ絶対難しいっすからこれ。ホンダで、まあ、いや、まあ、ニーヤーさんともさっき話してましたけど、このルール、なんだかの点数にこだわってるように見えて、ちゃんと勝ってればいいっていうのが大原則なので、まあ、そうですけどね。はい、点数にこだわりすぎてると、はい、落とすっていうことはよくありますので。そうですね。はい、成功法のニーヤーさんが勝利ということですね。いやー、これは困りました。おめでとうございます、ニーヤーさん。というね、面白かったですね、はい、このリバサ、リバサってガッツポーズですよ、初めてです。このルールまたやりましょう、ぜひ。面白い、これやばいですね。というわけで、じゃあ野じゃいやっていきましょう。皆さん、お疲れ様でした。
点先取りというルールでありました。結構意外に盛り上がりましたね。スマザンギーさんわざわざ遠くから来て何時を使えないだという残念なルールでしたけども、そのルールと歌ってた割には意外に面白かった。おお、なるほど。上り強キックは弱勝利大事になりますね。確かに。ワンピー側がスマザンギ、ツーピー側がグリグラケンですね。うわー、ルイティックな綺麗。うまいなあ。スマザンギ立ち回りがだいぶ昔と変わっている。相当半年ぐらいめちゃくちゃやることになってますよね。さあ大阪勢に揉まれてこの強さになったんでしょう。大阪の X はめちゃくちゃレベル高いですよね。さあダブラリヒットスクリューに行く、偉いですね。
面白かった、ありがとうございます。前半マイク入ってなかったみたいでごめんなさいね。このルール、またやってくれとリクエストが来てるので、またいつかやりましょう。現在はノージアイ中の大会は終わりました。やっぱりね、みんな信じてるメインキャラを使うことが多いですね。メイヤーさんの印象はかなりすごいですね。めちゃくちゃなルールをいろいろ楽しめるのが日曜大会なので、また皆さんよかったら参加してください。思いついたもの何でもやりますから。あー、グリグラがパーフェクトペース、ひざすり、これはいい振り込み、スマランジさすがに食えそう。いいですよ、練習しに来てくれてるからね、ずっと座っててくれても構いませんので、どんどんやってください。
はい。Yeah.
Round 2, fight!